こんにちは本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介したいと思います TSQ ピックカードをお知らせですまず最初に詐欺メールの内容を紹介したいと思いますその後に詐欺メールの中にあるリンクをクリックするとどうなるかを見ていきたいと思いますこちらの動画をご覧くださいこちらは詐欺メールになります差出人は MyTS3 件名は TSQ ピックカードをお知らせ エネオスカード TS キュービックカードお客様、いつもご利用いただきありがとうございます。この度ご本人様のご利用かどうかを確認させていただきたいお取引がありましたので、誠に勝手ながらカードのご利用を一部制限させていただき、ご連絡させていただきました。つきましては以下へアクセスの上、カードのご利用確認にご協力をお願いします。下記専用 URL にアクセスいただきえ、こちらはリンクですね。 お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。となっていますね。本メールは送信専用のため、こちらのメールアドレスにご返信いただいても対応はいたしかないますのでご了承ください。なお、本メールについての心当たりがない場合はお手数ですが、下記、お問い合わせ先までお電話にて連絡をお願いします。発行 TS キュービックカード、トヨタファイナンス株式会社、 本メールについてのお問い合わせって書いてありまして、連絡先が書いてありますね。先ほどのメールの中にあるリンクをクリックするとこちらのサイトに飛びます。警告画面が出ていますね。偽のサイトにアクセスしようとしています。このアドレスでは悪意のあるユーザーによってソフトウェアのインストールや個人情報、パスワード、電話番号、クレジットカードなど入力といった危険な操作を行うよう誘導される可能性があります。となっています。 こちらはですね、先ほどの警告画面を無視して、あえてアクセスした結果を表示しています。t s q ック c r 簡会員様専用ページとなっていますね。一見するとですね、本物そっくりなんですけども、偽サイトですね、こちらは。本物と比べてもですね、一見しただけではよくわからないような感じになっています。以上です。いかがでしたでしょうか 今回の詐欺メールですけども、件名は TS キュービックカードお知らせです。TS キュービックカードって私は聞いたことがない名前でした。ですので当然使っていません。そして偽サイトにアクセスしたんですけども、本物そっくりですので間違ってアクセスしまうと騙されてしまう可能性が高いです。絶対に詐欺メールのリンクはクリックしないでくださいね。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。